照準を壁に向けてザワッってなるのを利用して、ああここにできるんだとか、お前そんなこと言ったら海外の選手なんてな、あれだぞ、大画面モニター見てたぞ。うわー、ガチの最強だ。1回からピンチです。集中力ドーピングしたし、それほらあれだよ、それこそ e スポーツでね、ちょっと問題になってたやつでしょ。ティアが高い大会はね、ちゃんとドーピング検査するけど、ティアが低い大会はないだろうしな。そういうのハンターストライクとかでめちゃめちゃ流行ってた一時期。今もデッドロックやっててずーっと叫んでる人とか、なんか決まってる人なのかなって俺思いながらプレイしてるもん。やっぱ球場を買収してフェンスの距離変えたりしたいよな。空調とかいじってさ、ホームラン入りそうになったらこう、なんて言うんだろう、急に逆風吹いたりとか、俺たちの攻撃になったらね、外野側に向かって風吹くとか、そういうのやりたいんだよな。プロ野球ってそんなことしてるの。いや、それはほら、ちょっと NPB さんにね、ちょっと、いろいろ言われそうなんで言えないですけど、そういうことしててもまあ、なんら問題はない。いやいや、問題ないでしょって。何が問題か言ってみろよ、じゃあ。明確に。野球盤でさ、消える魔球あるじゃん。まあ、フォークあるじゃん。あれさ、あのフォークのとこに乗った瞬間にさ、下にこう沈ませるボタンを離すとさ、ホップしてバットかわせる裏技があるんですよね。こち亀で学んだ。気圧がやばいですね。まあ、昔はあれでしたよ、オフライン大会とか、なんか今よりも多かったんで、よくそういう心理戦はありましたね。照準を壁に向けてザワッってなるのを利用して、ああここにできるんだとか、敵倒してゴー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 って言いながらわざとロテートするとか、まあいろんな戦い方はありましたね。その口で言ってる作戦は全部嘘で、チャットであの作戦は伝えてるとかもありましたね。いやいや、終わってないだろ。終わってないだろ。普通にあれですよ、どのチームもやってたし、そんなの当たり前です。ハンターストライクのシーンでも誰でもやってるし、ね、あとはあれだね、自分の味方の画面見て VC なしで連携したりは、まあこれは結構綺麗なやり方だけどありましたね。お前そんなこと言ったら海外の選手なんてな、あれだぞ、大画面モニター見てたぞ、後ろ向きながら。ちなみに出禁になったナッシングっていう選手なんだけどね、出禁になりました、その大会。さすがにこうやってみた、こうやって、まあ、これは伝え聞いた話じゃなくて、俺が大会に一緒に行って見た話だからな。実際ね、目の前で起きてたことだから。まあ今はまあもう綺麗に、ね、整備されてるからあんまないのかな。もう昔はあった、よくあった、そういうことが。この回だな、この回で逆転だ。球場に不穏な空気が漂います。アラブ、掴みました。2アウト。いやー、ついに夢の甲子園まであと1勝ですね。ん？あれ、なんか操作ないもん、なんか進んでいく。ジャストミート。うわー、ダメか。ショートがフォローする。うわー、マジか。これでバッターボックスには代打の有山。ちょっと待って、これ守備入れよう。アラブ、ここで伝令。なるべく傷を浅くしないと。何かが起きそうな予感がします。初球ストライク、ストレート打った。うわー、マジか。ちょうどこれが100球目。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。しっかり捉えた。うわー、マジか。外の球打った、お手元のサードゴロ、抑えた。一塁アウト。ランナーは変わらず三塁二塁です。次はどこへ来るか。左中間へ持っていった。これは大きいぞ。やばい。いったー、これ。サードランナーがホームに帰っていきました。どうした急に。外の球打った。サードの左。野村君。これは際どかったが一塁アウト。ランナ
野村がなんかおかしくなり始めたな、急に。あと1試合なのに甲子園。どうしたんだ野村。なんで急にバカすかバカすか打たれ始めたんだ。うわー、なんだこれ。え、マジで何これ。ちょっと待って、どうした急に。ボール先行です。え、狂ったように打たれすぎじゃない突然。2ボール2ストライク追い込んでいます。高めのボール打ちました。弾き返した打球は左中間へ。大塩を抑えて3アウトチェンジです。なんだこれは。これで4点返せなきゃ負けだな。また甲子園出れないのか。マジか。絶対いけると思ってたわ今回。3ボール1ストライクです。タイミング合いません。全然当たらん。フルカウントまで戻しました。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。センターが取りました。絶望的すぎるね状況が。4点差はやばいなさすがに。最初は変化球できました。インサイド変化球外れます。速球で追い込まれました。急に崩れちゃったな。引っ張った。ツーアウトになりました。優勝に向けてあとアウト一つ。打ちました。セカンド弾く。ボールを拾って、あぶねえ、ギリギリだ。あ、ワンチャンスぐらいか。こっから見せてくれるのか奇跡を。変化球がインコースに決まります。2ストライク2ボールと追い込んで引っ張った。おお、三遊間抜ける。アラブ得点圏にランナーを置いています。うーん、球場に不穏な空気が漂います。おお、打つしかねえからな、頼む。追い込まれています。しっかり捉える。ナイス、抜けろ抜けろ。よし、あっと取れない。やばな、ワンチャンあるのかこれ。可能性あるのか。あと2点としました。ランナースタート。ああ、4番打てよもう。お前4番だろ、打てよ。ボールになります。ボール先行です。低めストレートストライク。変化球打った、ファウルです。ナイス、抜けろ抜けろ。あー、ダメか。センター前ヒット。くー、行ったんじゃないこれ。おお、あ、なんだもう、何がなんだか。いや、強振、本当にこれ、本当に強振。もう選ぶか。でもまず大きく外れてボールになりました。変化球タイミング合いません。ストレート打った。うわー、マジか。サードランナーホームイン。長谷部勝ち越しのタイムリーヒット。さあ逆転に成功しました。アラブ外のボール球打っていった。これはどうか。いや、さすがにきついか。掴んでスリーアウト。あー、やべえ、相手強えぞ。ボールが先行して2ボールナッシングです。打ちました。ここは打ち上げています。サードが落下点に入ります。ああ、えています。ああ、初球ボール。緊張感えぐすぎだろ。ストライクになります。さあ三島、これで追い込んだ。頼む三島、頼む、甲子園に連れてってくれ。ナイス、左を取ります。初球見送っています。速いボールで追い込みます。あと一人だ。
うわー、マジかー。それでは優勝高校の校歌斉唱になります。すげえ、これ勝ったの初甲子園だ。とんでもない奇跡の試合だったな。うわー、超名門来ちゃった。まあここを勝ったら甲子園優勝だろうな。うわー、ガチの最強だ。1回からピンチです。相手の能力見てみるか。はえ、このピッチャーやばくね。163キロ人間なのか。え、ちょっと一回もチャンスないまま終わりそうなんだけど嘘でしょ。え、ノーチャンスもしかして。勝負に出ます。ここは9回の裏、アラブ、ここで代打を送ります。バッターボックスには代打の木下。アラブビハインドで迎える最終回です。相手投手に揺さぶりをかけていきます。アラブここで、あ、でも相手スタミナ切れてるな。大きな変化球持ってきました。頑張れ木下。中へノーボール2ストライク。どうだ。お、お、悪くない。まずは変化球、よく見ています。アウトコース見送ってストライクです。追い込まれました。ワンボール、ストライク。左に打っていった。ぐんぐん伸びる。うわー、取られんのかよこれ。にボールが送られる。ジャストミート、ジャス、セカンドライナー抑えてアウト。2アウトランナー2塁となりました。いい当たりだ、高いバウンド。え、はアウト。3アウト。負けてしまいました。この顔怖すぎない、さすがに。